世界競歩チーム選手権大会は、ワールドアスレティックスが主催する、競歩種目の国際競技会である。1961年の第1回大会から2014年に、体操市で開催された第26回大会まで、IAF ワールドカップ競歩2日間にわたり、開催されている。第1回の開催地にちなんで、ルガノカップとも呼ばれている。 1979年には女子の部が加わり2004年からは19歳以下の選手を対象としたジュニアの部が併設された大会は個人の部と国別対抗の団体の部で行われる世界陸上選手権やオリンピックのような参加標準記録はなく各種目最大5名まで出場できるため全世界から選手が集まり参加人数は 各種目100人前後に及ぶ世界最大の競歩競技会である。2016年大会では競技規則改定により5 0トル競歩競技に女子選手の出場を認め男女混合戦の形でレースが実施される予定である。国別対抗の団体の部は各種目で3名以上の出場があった国が自動的に参加対象となる。その中からフィニッシュした。 上位3名の個人順位の合計ポイントで順位を競う。そのため、出場3名に満たない国は自動的に対象外となり、また途中棄権、失格などで3名がフィニッシュできなかった場合も対象外となる。各国は最大5名まで出場することが可能で補欠要因を用意することができる。順位に関係する選手がフィニッシュした時点で、残りの選手は、 個人の部の成績のみとなる。なお、スタートの並び順にも影響し、団体の部対象国が前列に並び、それ以外の国は後列に並ぶ日本チームは1989年大会に初参加した。1991年大会では8月に地元東京で控えた世界選手権の前哨戦と参加標準記録突破の ため多くの選手が出場し、その中でも、男子 50km で、今村文夫が、日本選手としては、初となる3時間台の日本記録をマークして12位に、入り、世界選手権でも、競歩種目では、初の7位入賞を果たす原動力の大会となった。その後も、2004年、2008年大会を除いて、出場しているが、90年代後半以降は、 国内選考会重視の方針から本大会は主要国際競技会の代表選手選考対象とはなっていない。2010年チワワ大会で男子 50km の山崎祐希が6位、女子 20km の川崎真由美が7位とそれぞれ初めて入賞し女子は団体戦で5位に入った。2014年体操大会ではジュニア男子 10km で 松永大輔が2位となり、個人で初のメダル獲得。男子2 0トルで鈴木祐介が4位入賞し、団体の部で初の銅メダルを獲得した。その他、団体の部では2018年大会で男子5 0トル、男子2 0トルで優勝。1997年女子1 0トルの部で7位、2002年男子5 0トルの 部で8位、2012年男子 20km の部で6位となっている。ありがとうございます。